頭さん、これは。わかりません。私の想像を絶する事態が起こっています。膠着状態はセクター3終盤まで続くものと思われます。猛然とスパートをかける86号車のドローンが今一瞬先行車の後ろ姿を捉えました。片桐かなたが10号車エミール・ハンニネンを視界に捉えるのはこのレース始まって以来初めてのことです。初出場のルーキーがトップテイルを目指してアクセルを踏みつける。乳白色の霧に飲み込まれ消えていくデスエリア突入。一つ前にいる車とのタイム差を1秒ごとにインカムでボイスカウントダウンしてください。ラジェ。ラジェ。5、4、3、2、1。What？ Crazy boy。レースを見てきましたが、こんな感覚にとらわれたことは一度もありません。ラジェ、捕まえます。ポルシェは世界一のスポーツカーメーカーなんだぞ。一生買えないんだぞ。ジャスト2秒、オーバー。ラジェ、ぐんぐん迫る先行者にどこで追いつくのかを頭の中のコース上でシミュレーションできていて、シナリオが完成しているんだ。彼方の超人的な走りを支えているのは運転技術ではなく脳みその情報処理能力が他のドライバーを凌駕してるってことだろう。気をつけろ、ジャクソン。後ろから1台すごいスピードで迫っているぞ。パドン？なんだって？意味がわからないぜ。君の後ろからすごいスピードで86号車が迫っているんだ。何を言ってる。笑えないジョークだ。デスエリアのど真ん中だぞ。こちら尾形、ジャスト1秒オーバー。ラジェ。5 4 3 2 1。こんなところをフルスロットルで来るなんて、死にたいのか。86号車が8号車に襲いかかる。しかしテイラーも譲りません。視界のない霧の中でサイドバイサイド。これは怖い。見ている方がゾッとします。どちらも正気の沙汰ではない。まさに命知らず MFG ランナーたる面目躍如。どちらも引かない。この勝負どうなる。
で命のやり取りをする気はないぜ。テイラーがじりじりと下がる。86号車が前に出る。あそこまでが限界です。